当社は近鉄グループの自動車販売会社として1991年より自動車販売業を始めております。今母体が近鉄グループホールディングス株式会社となっております。新車の店舗がですね、森の宮店、あと奈良学園前店、中古車の店舗が奈良学園前店になります。そうですね、中国自動車道吹田インターから10分ですね、新御堂筋と国道171号線の交差点を西に、曲がっていただきまして、一つ目の信号の角にございます。ショールーム内に新車5台、認定中古車が30台展示しておりまして、主に A クラス、B クラスを中心とした新世代メルセデスを展示しております。はい、実際、当社の店舗の方が国道沿いに面しておりますので、捉えるお客様がやはり、珍しい色のお車であったり、色の鮮やかな車を置いてますと、興味があって見に来られるお客様がたくさんいらっしゃいます。輸入車販売店には敷居が高いというお客様が多いものですので、できるだけ気軽にショールームに入ってきていただけるように華やかな色のお車を展示しております。弊社奈良学園前店に比べまして、比較的車両の乗り換えの期間が短いように感じます。弊社の認定中古車は主に管理ユーザー様からの乗り換えの車が多いものですので、比較的走行距離の少ない車を多く取り揃えております。2015年に認定中古車の保証規定も変更になりまして、初年度登録から10年までの車に保証が付けれるようになりました。弊社は近鉄グループの近鉄百貨店のご利用されているお客様の下取り車を数多く取り揃えておりまして、その中でも厳選された良質なお車を取り揃えております。ぜひ一度ショールームへお越しいただきまして、現車をご確認いただけたらと思います。特に、ご家族で来られるっていうパターンが非常に多いので、極力、奥様ですとかお子様に退屈をしていただかないように、中にちょっと誘導したりですとか、あと外で見ていただいているときは日傘であったり、長時間お話になってまいりますので、その辺の細かいところをちょっと、気づくように、心がけております。特に女性の方とかだとやっぱり退屈だなと思ったりとか、友人のお話であったりとか、一緒にちょっとディーラー行った時にやっぱり、その旦那さんの方だけちょっと盛り上がったりとかで、ちょっと時間潰すのに何してようかなっていうのを聞いたりとかをしたことがあったので、極力、そういう一緒に来ていただく方にも、気配りをするようには心がけております。お子様ですとか来られる際は、大半のお子様はこちらのキッズスペースで遊んでいただいております。比較的キッズスペースと近いところのお席であったりとかをご案内させていただいて、お子様が見える範囲で、ご商談させていただいたりですとかということも、心がけております。以前ですね、ご来店されたお客様でですね、もうほぼ他メーカーの中古車に購入を決められてたお客様がですね、その帰り道に弊社の方を前を通られまして、ご来店いただきまして、一度ベンツ、メルセデスベンツというお車がどんなものなのかというのを、見に来られまして、その際に、他メーカーさんのお車の、特徴も、ご説明した上でですね、メルセデスベンツの、利点、快適性であったり、安全性であったり、とラグジュアリー性、その辺をご説明させていただいたところですね、メルセデスベンツっていい車だね、一度乗ってみたいというふうにおっしゃっていただきまして、その場でですね、ご購入いただいたというケースが印象に残っております。今回メルセデスベンツをご購入いただきまして、奥様も乗られるようになったと電話でお伺いしました。